江戸時代より400年以上の歴史を刻む高耳神社。そこに祀られたる御神体、それは異世界から召喚されたエルフでした。やっぱり一人って最高。うちの神様はダメなやつです。江戸と令和をつなぐゆったり下町コメディ始まります。こんなエルダですが、なぜか町内で人気です。私エルフだし、ご利益ないけどな。それを言うな。